どうもラピダリー完全攻略チャンネルのトワコです。先日ねラピダリーというゲームをあげましたけれども、あのねちょっと自分で見返してたんですよ、自分の動画を。あのねこれ何、これ今この見える、この手前に来てるやつ、これ俺が削った宝石やねんけど、もう嫌になってさ、俺このままずっとみんなからあいつは宝石削るのが下手やって思われ続けるのがちょっともう耐えられへんくて、いやちゃうねんほんま、ちょっともう一回だけやらせてくれへんかな、俺にリベンジのチャンスをくれへんか、悔しくてよ俺。ただただ原石をさ削って、でこの形ほらこの中にワイヤーで表示されてんのか、この形にするだけのこの超シンプルなゲームをさ、俺はこの程度もできへんのかと思って、何も成し得てこなかった人間やけどよ、俺はゲームの世界で宝石を削ることすらできねえのかと思ったら悔しくて、俺頼むもう一回やらせてくれ、もうこれ腹立つわ。なんかゆっくり回転させる技術あったよな、コントロールキーか、コントロールキーを押しながらこう、まあ、ここはミスなんよ。あごめん、すごい今傾いてた気がする、いや傾いてない。あの多分重要なのがこのもう回転もそうやねんけど、ここであのカメラだけ回してさフリールックができるから、フリールックでずれてなんか、え、なんかえもうずれてない、これがさ多分真横から見てない、意外とこのほったらかした視点この視点が多分ちょっとだけ真横ではな、いや、うん、真横、いや大丈夫、俺は今までのこの技術を信じてやってきて、で一回トリプル S 出してるし、出してなかったっけ、あれ嘘をついたか、ダブル S かダブル S までやったっけ、はいこのちょっとだけお、あーんあーんなめんなお前お前も頑張れよ、なんなんこいつ削られ待ちしやがってよ、これまっすぐ横向いてると思う、結局さこの俺にできることってまっすぐ削るだけなわけよ、この下のこの回転しているこの石野郎、こいつに石と石をぶつけ合ってさ、で石を平たくしていくことしかできへんから、ここがさ今この状態で下ろしていった時にここがまっすぐになってなかったら、もう俺は唯一できるこの石をまっすぐ削っていくってたった一つの仕事すらできてないことになるわけ。あ待てよ、今までの俺やったらこのまま何も考えず回転させてたけど、今回ねほら見て、俺は騙されへんぞ、何度も何度も俺をバカにしやがって、今んとこあーちょっとここがはみ出るよな、あーいいんじゃない、こうして見た時、いや角度によってはみ出てるかはみ出てないかが変わってくるな、これほい、これが完璧か、いやーいいと思うけどな俺はな、いいんじゃないか、で一回こうする、こうしてこの向こう側のワイヤーとこっち側のワイヤーが完璧に重なる、これ俺はこの宝石の形のことをワイヤーって呼んでるから、みんなそれだけは慣れて、今綺麗にワイヤーが重なってるように見えるんやけどな、まあ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 、とりあえずこの、外壁の状態に合わせていくな、この形にまず削るわ、結局この形に合ってるか合ってないかのゲームやからさ、これってなんか削るの遅、え削るの遅くない、大丈夫、今まっすぐ横になった時まっすぐ横ですって言うてほしいよね、今まっすぐ横です、このワイヤーがさちょっと斜めってるとなんかガタガタのラインになるから、今いけると思います、はい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 、いやいいんじゃない、綺麗な、これ何角形 ?1、2、3、4、5、6、5角形、よし、じゃあ何をどうして、あーこうすわ、こうすわ、これ今この六角形としては成立してて、このこうよな、いいんじゃないこれ、すげえ綺麗に横向いてない、すげえ綺麗に横向いてるという風な前提で考えると下側削れすぎてるけど、まあ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 、
いや実際悪くないと思う。はい、これね、いやあのいいと思うよ俺。やっべ、嘘絶対嘘。オッケー、はいはい、完璧。はい、これ良くないっすか。で次はコーナー、あーいいんじゃない。マジこれあのここのラインがさ、わかる今俺の言うてること。このここの斜めのこのラインが横に長いと今どれだけ傾いてんのかが全然わからん。これ横じゃないよな。でもこっち行くと傾いてるから、これぐらいじゃないの。いやーちょっと傾いてるな。でももうこれをさ傾かせないのって人間じゃ無理よ。なんかここ変な形でボコってなって、あーいやちょっと待ってよ、これ六角形やからここの形に削る作業を3回やらなあかんわけやん。って考えるとまだ2回目やからボコってなっている場所があと1箇所ある分には何ら問題がないな。そうだよな。はい、うん。でこれを今綺麗じゃない、今かなり綺麗に横向いてるんじゃない、これこの状態で。いや知らん、もうなんかこの辺って個体差やからさなんかちょっと歪んでないって思っても、これ職人が手作業でやってんねやんか。そんな完璧なサイズの綺麗に一切歪んでない宝石が欲しかったらさ、機械のもう工業製品を買えばええやん。職人が一個一個手作業で作ってるやつってやっぱこういうブレがさ、ちょっとずつ一個ずつさ手作業で削りましたゆえにできました、このブレが言い訳っていうか完成度高っ。もういいよ、お前らが欲しくないなら俺が買うわな。えこれ何ところで、あーこのずっとロックかかってるやつらこれ何って思ってたけど、金で買うんや。あーなるほど、3万。どっちにしろ金足りへんな。あーてかなんかいろんな機能がある、いらねえ。いらねえ。あーでも背景あった方がこれもしかしてちょっと見えやすいか。あー見えやすいかも。これ実は地味に重要やったかもな。確かに後ろがレンガやとちょっと見えにくいかも。これの正解な。あワイヤーの色も変えれる、なるほどな。消せんのかこれ。いや薄くできる、はい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 。まあどっちにしろ今んとこ金が足りなくて一つも変われへんわ。これいいっしょ、ペンタゴン。いやいいんじゃないっすかこれ SS。 ほらこれ何やろ、なんかもっと細かいデータがわかるみたいなやつかな。色合いみたいなやつ何、色合いは原石の頑張りやろ。俺は形の頑張りしかできへんよ。だから形で評価されるのは分かんないけど、なんか色がねみたいな、これ意味が分かれへん。色はお前が頑張れよ。よしよしよし、うわー5000にギリギリ足り、やっばマジで言ってんの、こんなんできるわけないやんけ。え何かっけんすかこれ、20面ダイスやんこんなんTRPG で振るやつやん。え実際 1,2,3,4,5 やろ、下も5やろ、で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10?5,5? マジで20面じゃないこれ。はあ、こんなんできんのか。どうやって一番下であるというのを、あー待てよ、ここ一番下じゃね、これ今一番上に持ってきたけど、ここってラインもっと薄くした方が、ラインがギリギリ、あこれぐらい、これぐらいの細さが70ぐらいがもしかしたらええかもな。で黒やからなんかちょっと白っぽい背景ないかな。あ緑いいかもな、これ背景でいこう。でこの
ラインがまっすぐ綺麗に一本になった瞬間が多分めっちゃ完璧な横になっている状は？え、ならへん。あ、めっちゃ傾いてる。今は、あ、今これいい感じか。ちょっとだけこうして、これ多分いい感じだと思う。これがあかんかったら、あ、若干歪んでるな。言ってる場合じゃないよね、でもね。もう歪んでるとか歪んでないとかじゃないよね。オッケー。そういえばもしかしたら俺の歪んでる発言気になってる人いるかもしれんけど、これ大阪弁やから勘弁して。大阪の人はあの歪んでんねん。歪んでる時どうしても歪んでんねん。まあいいか、わかんねえ。ある程度はもうちょっと度胸で行くしかない瞬間あるね。はい。で、絶対無理やんこれと思ってたけど、意外といけるかも。結局このてっぺんの真反対もまっすぐやから、てっぺんの真反対がまっすぐであるを利用してひっくり返し続けて削り続けるのを繰り返すしかないかもな。まあ、でもどっかで三角形には挑戦せなあかんわけやんか。うわー、これ微妙。いけんちゃうかな、どうなんかな。もしあかんかったとしたらもう知らんよな、こんな。どうなった時にどうなってんのかどうなのかが全然わからん。まあでもいい感じやと思うけどね。はい、これを延々とこの回して回してを繰り返し続けるしかないよな、これ。これね、ここになった時ね、なんかこのとんがりがあるせいでこの床面がこうなんていうかまっすぐになってくれへんのよな。これはね、わね。これをさ20回繰り返したとてさ、あの なんていうかその三角形なわけやん。この面は三角形の面は三角になれへんよな。だからなんかどっかのタイミングで三角形に削っていく、このなんか多分かこの形にはうまいことなると思うんやけど、どっかのタイミングで三角形に削っていく作業が必要になる瞬間があるわけで、それがいつなのかはもう俺にはわからないよね。あー、いいねー、めっちゃいいねー。あ、こいつをだからこうして、あー、はいはい、この辺ぐらいから多分あのここ出っ張ってんなーみたいなところを削っていけば徐々に三角形になっていくはず。知らんけどな。一応言うとくけど知らんで。え、マジ？いや、もう大丈夫やろ。ワイヤーから出てる、ワイヤーから出っ張ってるところを削ってまずいわけがあるか。でも実際そうだよな、ワイヤーから出っ張ってるところっていらんところやもんな。それを削っていったらやがてみんなが理想とする形に近づいていくはず。だからここで回してって、あれ、なんか、え、結構できてない。で、ここの三角形がまだ消えてないから、こここうして、横から見て、横から見た時に下がまっすぐになってれば問題ない。 OK。 はい、でこれも上下逆さま向けて、で逆さま向けた時は上側の上のラインをまっすぐにする。でこれで真横になってるから、ほい、え、できてる。いや、めっちゃええやん。これをサクッと作れたの、ちょっと俺才能あるかも。はい、 SS、 なんかもう SS 当然のように取れ、え、ゆるが 100% やんけ。じゃあ形か、形 96.27% でできててさ、いや、これ手作りやで、手作り、温かみあるっしょ。職人さんが手作りで作ってる良さっていうのが、あはん、なんか細かくなっただけで別に、だから何やな。で、5000円貯まったからなんかの機能を解放したんやけど、70ぐらいやな、俺は。これなんやろ、これ、何の機能か言えよ。なんで騙して買わそうとすんねん。うわ、これなんか、これ下に押し下げる機能やな。
これなんか回すけこの押し下げる機能買ってみようか。うん、何が解禁されたんこれ。あ、はいはいはい、ゆっくり下げる機能か。なるほど、これ100にしたら早っ。なるほどなるほど、いらん、いらんもん買っちゃった、いらんもん買っちゃった、最悪。あ、これ背景かよ、背景がなんかやっぱ同じような色やと見づらいわ。これかな、今回はむしろレンガ色の方が見やすいかもな。これでいこう。まあまあまあ、最初はな、最初は横向きにしてくれてるから。はい、なんかね、だんだん喋ることなくなってきた。あの、普通にうまい多分とんでもない宝石ができて、おい、全くもうダメだなお前はっていうのをみんな望んでると思うけど、普通に宝石を削るのがうまい。あれ、なんか綺麗に削れん、いや削れてるか。これさ、カメラが下に回り込んでくれへんのよな。これのせいで下側を確認した時、一回上向けなあかんのがちょっとめんどくせえ。いや、いい感じやな。オッケー。やっぱ見えか、見た角度によってちょっとか、あの、削れてないように見えるだけなんやな、これはな。目に見えるものを信じてはいけない。いや、うん、いい感じか。いい感じやと思うわ。信じよう。目に見えたものを信じよう。いい加減トリプル S 撮りたいよね。今回、形実はシンプルやから、なんとか頑張ってトリプル S 行きたいな。OK、完璧。綺麗に真横になった時の楽しさすごいな。はい。いや、これ綺麗な、1、2、3、4、5、6、7、八角形じゃない？八角形ではないけどな。あれ、でもこれ形的にはもうできたから、あとじゃあ斜め方向に削っていくだけじゃね？で、斜め方向に削るのがまあ難しいんやけどさ。これ斜め方向に削るのってどうすんの？こうして。え？なんかめっちゃ綺麗に、すごい綺麗に横になってない？これ。今、ほら、ワイヤーの形があまりにも。いや、微妙。いや、違う。これ、俺、なんか、今日神が宿ってるかも。宝石の。もう、何の発言もしなくなったけど、ところで、この宝石は何？紫色やな。紫色の宝石って何すか？アメジストとかってなんか紫色やったっけ？マジで宝石詳しくないんよな。でもなんか、嫌じゃない？俺が宝石すげえ詳しかったら。あ、これ何々じゃないっすか？え、この人普段から宝石とか結構買ってるタイプって思われる方がなんか俺嫌かも。買ってないタイプやから俺、人生で一回も買ったことない宝石って。実はちょっと欲しいんやけどな、なんか単純に綺麗な石が好きなので、なんか良さみはあるよなっていうのは思ってる。 OK、 完璧。これ今多分過去一完璧。こう落としていた時にさ、なんかちょっとこの向こう側のラインと重なってなくて変な感じになるけど、多分これがむしろ一番状況的にはいいんじゃないかって気すらしてる。何の確証もないこと言った今。自分の腕を信じずしてですよ。はい。何を信じるんやって話。職人が自分の腕信じられなくなったら終わりやぞ。俺職人じゃないけどな。そや、俺職人じゃなかった。やば。どうしよう。急にしなくなってきた。いや、でもなんか今回全体的にめっちゃうまいこと言ってる気がするのよな。これを削りたい。ここの角度な。俺さっきからやってることが、こうするやん。で、なんとなくの形整えたら、この状態で一回回して、ここのラインとここのラインが重なるこの瞬間、ここ、いや、もうちょっと。あれ、でも、ん？あ、でもこの瞬、こっちにギリギリすぎるとちょっと、あ、じゃあ傾いてるわ。俺今までこの方法でやってた。ここが見えなくなった瞬間が一番重なってるんですよねと思ったけど、明らかにこれ左向に傾いてるな。あ、自分のこと信じへん方がいいかもな。俺は今までそれでやってきたからな、急にここで来てルール変えられても困んねよな。今まで俺これでやってきたしな。まあ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 、でもそのなんか大ズレはしてないと思うんだよね。結局、大ズレをしてなければ、最終的に SS はくれるゲームやからさ。ぬるいゲームやから。横回転。
まあ、こんなもんか。このだから左と右が大体同じぐらいのサイズになってるところを狙うということ。こう、いや若干これぐらい。やっぱ分からんやつは一生分からんまま、なんかこれ、え、なんで得点が上がれへんのって言い続けてるわけよ。でも俺は誰に教わったでもなく、独学で宝石削ってんの世界で初やで、ほんま。しかしやりながら徐々に腕前を上げていってる。悪くなくない？欲しいやろお前らかって、これこの宝石なあ、ただなら欲しいやろ。いやー、やっぱりちょっと細かいところでなんかミスはある気がするな。いやでも悪くないと思うよな。 S マジか。だからそこは俺の頑張りじゃないって違うって。いやでもまあ今回はもう俺間違いなくやり方ミスってるからな。うわー、もう球体やん。え、最後完全な円になる、もしかして。丸くなればなるほどだるい。しかもこれ四角と三角がなんか入り混じってんてんけど一番上の面は四角形、 OK。 じゃあこれはもう一番上の面はスッと綺麗に削りましょう。はい、完璧。これなんかでも俺何も考えてないね、正直。ここをこう削ると四角になるからみたいな、なんかそういう難しいことも何も考えてなくてさ、ほんまに感覚だけでやってんねん。このラインで転がし続けようと思う。なぜかというと、この横から見た時このラインが全部四角形やから、つまりこのラインはもう何も考えずに適当に削っていっていいラインって俺は思った。そして俺は自分の、待て、これ傾いてる。自分の感覚を大事にしよう。で、俺は数々の失敗を経て成長してってるから多分宝石削るのって失敗せん方がいいけど、まあとはいえ失敗せずに上達する人なんかおらんやん、この世に。そう考えるとやっぱ俺って失敗の数だけ強くなってってるから。唐突に気づいてんけど、俺この球体に近い形の方が得意かもしれん。うん、あーいいっすね。で、次はこれをぐるーっと回転させて、で、あーでもそうするとここ四角形なのか。 OK、まずここは四角やから、四角のところをとにかく削っていこう。この削れちゃった時ってもうどうしようもないから、少しだけ残っている分には後からよどうにかなるかもしれんけど、削りすぎちゃったやつはもう帰ってこない、死ぬしかないからさ。いや、命を残しておきたい俺は。こう、え、これまっすぐ横に、なんだったんだ、よし。いや傾いてるね。下と横で見た時にちょっと傾きが微妙に残ってたり残ってなかったりすんの、ほんまにどうにかなれんのかな。いやこれも傾いてる。でも傾いてるけど、もうどう傾いてんのかもわからないこうですか。いや一回これね、あのほんまにとりあえずまっすぐにしてもうって、このラインかな、まっすぐにして、いや、あ、オッケーオッケー、まっすぐやな、まっすぐにしてもうって、でこの状態で三角形が、はい、ここで、これは右のラインが重なった瞬間やとまたちょっと傾いてるから、傾いてないとこまで、どれぐらい、左と右のこことここのサイズが一緒になるぐらい、この真ん中が正三角形になるぐらい、今完璧じゃない。完璧かどうかは知らんけど、今いいんじゃない。よし、でこの状態で、今一番上が OK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 、 いいよ、傾いてる気がする。で、この三角形をさ、自分でやっときながらなんやけど、なんで三角形になってるかわからんねんさっきの三角形がいっぱいあったやつとかもさ、ほんまにやり、なんか知らんけどできたけど、なんであれがあの綺麗な三角形になったのか、ほんまに自分でも理由がわからなくて謎です。これをこう削ると、いや、これはこう削らないとダメじゃない。そんなことをして、なんかすんごい削れすぎてる。なんで俺はそんなことしてねえ。ここも四角形だな、ここは四角形だから
この飛び出たところはいらねえ。あれ？なんかできてきてない？徐々にやけど、できてきてるよなこれ。ここを一番そこに持っていきたくて、あーこれは難しいことを要求しているぞ俺は。まずここを合わせる。完璧かな。で次にここを綺麗にこう、今かなり綺麗に重なってると思うけどな。てっぺんがはみ出てる三角形、これを横線にしてどう？あ、いや、待て、あぶねえ。押すとこやった。でもそうなんや、そうよな。計算がええんよな。三角形が飛び出てるところが、そう、一回の作業で終わるわけない。必ず反対側が存在するから。ムカつくぜできるわけないやん、こんなん手作業でさ。いや、やってる人いんのかな、でも。ラピダイアリーっていうのが多分その宝石職人やんな、多分な。って考えると、マジでこれを手作業でこうやってガーってやってる人がいてるってわけやんな、世の中には。すごくない？ワイヤー見えへんねんで。いや、見えてんのかな？いいと思うけどね。若干形はいびつやけれども。手作りの、あ、めっちゃ綺麗やん、ほら。何が不満か。めちゃくちゃいいと思うけどな。でもやっぱ、ああ、細かいとこ見てったら、この辺とか三角形の先端部分が削れてるね。合わせられるわけないやろ、そんなもん。ああ、SS や。これはいいや。これ、トリプル S 難しすぎんか、このゲーム。ああ、回すとほら、ああ、回すと、なんか回すとバグってるみたい。ああ、バグった。バグりました。ラピダイアリーバグりました。こうしてみると、ちょっと、闇ラミとかひどすぎるな。こんな簡単な形やのに。やり直してえわ。あれ？やり直せんのかな？これってやり直せるんすか？いや、やり直せないっぽいな、これ。わからん。最後まで行ったらできんのかもしれんけど。なんか一回やったやつを戻ってやり直しみたいなのはどうやらできないっぽい。これでもタイトル画面に自分が作った宝石並んでいくのめっちゃいいな。まあ今日はこんなもんかな。今日はって、え、まだやんの俺。このゲームやるたびに精神が疲弊していくんやけど。だって本来時給発生してんのおかしいことやってるからね俺。それを無料で、あ、ちっちゃな、かわいいなこれな。はい、まあ多分もうないけど。でも満足した。俺明らかに腕上がってるわ。このゲーム結構面白いので、こういう細かい作業芸が好きな人は結構おすすめです。ラピダイアリー、ラピダリーか、ラピダリー、ラピダイアリーやったら日記や、ラピ日記やもんな。はい、ジュエルクラフトシミュレーターでした。